今季限りで引退するサンフレッチェの林拓人は、引退セレモニーで大迫圭介に自身が長年つけた一番を継承した。林拓人がセレモニー中言ういつ泣いたのは、かつて背中を追い続けた先輩である下田隆からのビデオメッセージを見たとき、林拓人は身長188cm、体重 83kg で大柄なので胴上げを3回しかしてもらえなかった。林拓人は最後の記念撮影の時でさえチームメイトに顎を触られまくった。